グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本代表は28日に予定されている2022年、カタール、ルドカップアジア2次予選のミャンマー、表戦に向けて、合宿を行っている。25日のオンラ、無取材には、 東京五輪世代の DF、板倉博士が登場し、今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもど、でも簡単主張。1ヶ月無料を試し実施中、マンチ、スターシティからの期限付き遺跡でおら、第一部のフロー人間に所属している板倉、今季のリーグ戦で全試合フル出場を達成し、今季の同リーグで全試合に、フル出場したフ、ルドプレイヤーは、 イタクラの他に AG アルクマーのオランダ代表 DF、オーエンワインダルの過密日程になりがちな中で大きな怪我もな安定した活躍を見せ続けて快挙を成し遂げ、フロー人間は18チーム中7位に入り、イタクラはラブ年間最優秀選手賞も受賞。シティからの2たる3シーズン目にしてキャリア最高とも得る1年を過ごした。もともと、 シーズン前から、こう目標にしてやっていたというリーグ戦。試合フル出場について、板倉は、やっぱり一年間、合わせに出させてもらって、それが、自分の自信に、ったと語り、この先の自分にとってもすごく、好きな一年と、充実ぶりも口にした。守備に対する、指揮も、フロー人間で大きく変わった。もっと、と、ビルドアップ能力が高く評価されており、本にいる時は、 後ろの選手だったんですけど、ちらかというと、攻撃のことばかり、どうにか、踏んで、ボールを持ちたいとか、うまく崩していきたいとか、そういうことばかり考えていたと、ういたは、センターバックとして、オランダリ、グでも、屈指の選手に成長した。やっぱり自分、に強い相手、速い相手もたくさんいたので、そういう相手に、どう対応していくかというかけ、気も楽しんでやっていましたし、 センターバックは本当にやられたらダメなポジションな。で、とにかくまずは目の前の相手に負けないすことにフォーカスしてプレーしていたな。一年を振り返ってすごく思います日本代表でまだ存在感を出し切れていないが、とにかくの一年間センターバックとしてやってきてい,いろ色な相手と対峙してきていろいろなこと感じられたのでそれをとにかくここで出す強い意気込みを持って帰国した。 ミャンマーの後は U24 日本代表に合流予定で来月には東五輪も控えているずっと中心選手として目してきた大舞台に向けて自分が引っ張ってかなければいけない自覚も持っていますしフンが活躍しなきゃいけないという気持ちもると板倉は気を引き締めていた来期の去就不透明なままだ現時点では レンタル元の死に戻る予定になっているが、フローニンゲが再レンタルを求めるとの報道もあり、他のラブに改めて貸し出される可能性も取りざされている。いずれにしろ、シティとの現行系は、来期限りで、東京五輪後のシーズンは板倉、とって、極めて重要なものになる。オランダで、芯を深め、今より、上のクラブでやりたいです。この1年間、全試合で使ってもらって、 この経験、踏まえた上で、さらに自分がどれだけできるかを試すいいタイミングだと思っていると、ルイタクラに、シティで、世界最高峰の競争には、入るチャンスは与えられるだろうか。日本人、ウンターバックが、プレミアリーグ優勝クラブ、ディフェンスラインで立場を確立できれば、では、新たな快挙になり、日本代表の未来にも、流っていくはずだ。取材、文、船木渡る。 両。<量> <music>